どうも皆さんこんにちは、チャクバスです。本日はですね、ヒルトンホテルで1滞在ごとに2000ポイント、5泊ごとに5000ポイントがもらえるね、キャンペーンが開始しましたので、こちらの解説ですね、やっていきたいというふうに思います。2021年ですね、ダイヤモンド事業ね、検討されている方、今後ですね、宿泊予定のある方はですね、ぜひね、最後まで見ていただけたらなというふうに思います。それではキャンペーンの解説ですね。期間が2021年の1月1日からですね、2021年の5月の2日までというふうになっております。こちらね、エントリー必須というふうになっておりますので、こちらの動画の概要欄にですね、公式サイト載せておきますので、確実にね、エントリーしてからね、利用するようにしてください。でですね、特典ですね、1滞在ごとに2000ポイント、5泊ごとに5000ポイントがもらえるっていう風になっておりまして、こちらですね、予約自体は公式サイトからの有償の予約、もしくはポイントの支払いでも OK っていう風になっております。でですね、こちらのキャンペーンのポイント付与はですね、滞在完了後の6週間から8週間後に付与という風になっております。ということで、今回のね、キャンペーンはですね、題名にもある通りですね、ポイント無制限で無限の可能性をということで、こちらね、上限ないんですよね。ですんで、2021年の1月1日から2021年の5月の2日までですね、宿泊すれば宿泊するほどですね、ポイントがもらえるキャンペーンっていう風になってるんですよね。かなりすごいですよね。またですね、今回のキャンペーンは2021年の1月1日からね、開始になるっていう感じになるんですけども、今ね、予約持たれてる方いらっしゃいますよね。で、今予約を持たれている方もですね、今回のキャンペーンね、エントリーさえすれば対象という風になっておりますので、こちらね、確実にエントリーしてからね、利用するようにしていただけたらなという風に思います。それでは次に注意事項ですね。今回のキャンペーンなんですけども、1滞在ごとに2000ポイントがもらえてですね、5泊ごとに5000ポイントがね、もらえるキャンペーンという風になっておりますので、この滞在と宿泊ですね、こちらね、注意していただけたらなという風に思います。1滞在っていうのはですね、1つのホテルに1泊すると1滞在ですよね。ですけども、1つのホテルに何連泊したとしてもですね、1滞在っていうカウントがされますんで、簡単に言うとですね、チェックインしてチェックアウトまでが1滞在っていった感じになりますんで、こちらね、注意していただけたらなというふうに思います。またですね、ホテルを分ければ1滞在ずつのね、カウントされるというふうになりますんで、 A ホテルに1泊、 B ホテルに1泊っていう感じだと2滞在っていうふうになるわけなんですけども、本当にね、この滞在っていう言葉にはですね、注意していただけたらなというふうに思います。でですね、5泊すると5000ポイントをもらえる方はですね、5泊で5000ポイントっていう風になりますんで、1滞在で5連泊しても5000ポイントがね、もらえるって言った形になります。ですので、期間中にですね、いろんなホテルを宿泊するとですね、5泊ごとに5000ポイントがね、もらえるキャンペーンっていう風になっております。またですね、今回のキャンペーンはですね、有償の場合であってもポイントを使ったね、ポイント宿泊でもキャンペーン対象っていう風になりますんで、2020年にね、ダイヤモンド使用された方はある程度ね、ポイント保有されているかなっていう風に思いますので、この期間にね、利用していただければキャンペーンでね、ポイントがもらえてしまうっていう感じになるんですよね。これかなり大きいですよね。それではね、一応宿泊例っていうのはね、見ていきたいなっていう風に思うわけなんですけども、3月に5滞在して合計10泊した場合ですね、5滞在してるっていう風になりますんで、1滞在につきね、2000ポイントという風になりますんで、合計ね、1万ポイントがもらえますよね。また10泊してるっていう風になりますんで、5泊ごとに5000ポイントがねもらえるって言った形になりますんで、こちらの合計が1万ポイントですね。ですので、3月に5滞在して10泊した場合の合計はですね、両方合わせるとね、2万ポイントが獲得できるって言った感じになっております。もう一つね、見ていきたいなというふうに思うんですけども、3月に3滞在して合計6泊、4月に4滞在して合計9泊した場合ですね、3月に関しては3滞在っていうふうになりますんで、1滞在で2000ポイントがもらえますんで、3滞在で6000ポイント、またね、4月は4滞在しておりますので、2000ポイントが4回もらえますので、合計8000ポイントですね。また3月に6泊、またね、4月に9泊っていうふうになりますんで、
合計すると15泊っていう風になりますんで、5泊ごとにね5000ポイントがもらえるっていう風になりますんで、合計すると1万5000ポイントがねもらえるっていった形になります。全部をね合計すると3月に3滞在して6泊、4月に4滞在して合計9泊した場合ですね、こちら全部を合計すると2万9000ポイントがねもらえるっていった形になっております。いかがだったでしょうか。今回ですねヒルトンの新しいキャンペーンですね解説させていただきましたけども、ヒルトンホテルね2021年の3月に新しいね提携クレジットカードが発表がねあるって言った形になっておりますんで、クレジットカードがですね発表されたらですね、またクレジットカードにステータスがね付与されるクレジットカードもですねおそらくあるのではないのかなというふうに思っておりますんで、今後はねかなり楽しみだなというふうに思っております。今回のキャンペーンについてはですね、今ちょっと GoTo トラベルがね停止になっているっていうのと、新型コロナウイルスのね影響がかなりね出ているっていった形になっておりますんで、今はねちょっと利用しづらいかもしれないんですけども、またね収まってきたりですね GoTo トラベルね再開されたらですねかなりね利用しやすいのではないのかなっていうふうに思っております。またですねこちらは先日をね生放送で教えていただいたんですけども、ヒルトンお台場とですねヒルトン成田でですね平日限定なんですけども、平日2泊で1泊の料金でね宿泊できるプロモーションコードっていうのがですねあるっていった形になりますんで、こちらね結構お得っていう風になりますんで、月曜からね木曜チェックインの2連泊で利用可能っていう風になりますので、ちょっとね週末にはね利用することができないんですけども、こちらもね料金見ると結構ねお得に利用することができますので、これからねヒルトン宿泊される方はですねぜひねチェックしてみていただけたらなっていう風に思います。でですねプロモーションコードっていうのがねちょっと字幕で出しておきますけども、概要欄にもですね出しておきますんで、ヒルトンお台場もしくはヒルトン成田でね利用することができるっていった形になりますんで、もしねヒルトンホテルに平日にね宿泊2連泊になってしまうんですけども、利用できる方はですねかなりお得にね利用することができるかなというふうに思いますので、ぜひこちらもですねチェックしていただけたらなというふうに思います。今回の動画ねこんな感じで終わりたいというふうに思います。この動画が役に立った方はいいねチャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログツイッターもやっておりますのでフォローチェックしてあげるととても嬉しいです。私のチャンネルですねこういった ANA マイル、JAL マイル、お得情報、クレジットカード、マリオットボンボンホテル、ヒルトンホテルのことについてね発信させていただいておりますのでチャンネル登録してない方はですねぜひチャンネル登録していただけるととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。